さあということで今回からステージ9に入っていきます。では愛の泉行きましょう。いよいよデジエルのところへ行くのか。あんなアバハン3秒で消えようだな。うーん、ほんならハマグリにデジエル倒してもらうかな。何言ってやがる。俺様が強すぎるとデジエルがかわいそうだろ。デジエルと戦うのはサフィーに譲ってやるよ。プロテインマッソー。やあみんな、いい汗かいてるかい。これで最後かと思うと愛の叫びに力が入ってしまったよ。そうか、これで最後だったな。おめえの顔もこれで見納めかなかったぜ。ハマグリボーイ、そんなに僕との別れを悲しんでくれるなんて嬉しいよ。どっからどう見ても喜んでるようにしか見えんけどな。あれ、そういえばこいつにシティ送ってもらえるなら地図はいらねえんじゃねえの。確かに。なあ、そっか、全然気ぃ使えへんかった。深く考えるのはやめるか。そうやな、ウォールン王と戦ったことが無駄なんてうちは思っていない。思ってないで。なぜ二人とも落ち込んでるんだい。僕との別れが寂しいのかい。でもノープログレム。別れの後には出会いがある。出会いは新しい愛の始まりさ。さあ涙を拭いて新しい愛の旅へ旅立とうじゃないか。愛の旅、次のシティに行く準備はできてるかい。タッチペンを忘れずね。さあ次のシティに行きましょう。めちゃめちゃ複雑なコースだな。やば、ちょっと難しすぎんか。ただゴール地点にめっちゃ真珠ある。さあでは頑張っていきましょう。あ、マジか。もっと急ぎ目に行かないといけないんだ。さあということでデジールの城来ましたね。ラスダンだよな、おそらく。決戦、邪悪な城、とうとうデジールのもとへ取り付いてよ。サフィーに立ち下がるのは、この辺から真珠取れるんだ。よし、では行きますか。いよいよやで、ね、兄ちゃん。ガクガク、なんか怖いところやな。この辺おかしくないか。震えが止まんねえぞ。臆病の門、ようこそデジール城へ。俺は臆病の門だ。俺のそばでは誰もが臆病になっちまうんだよ。扉が喋った。うちは怖くなんかないで。ちょっとあんた、ここをどうしや。ここを通りたければ勇気の試練を受けてみろ。勇気の試練、勇気の試練だと。勇気なら俺様誰も負けねえぞ。じゃあお前が怯える心を全部倒してこいよ。怯える心？そいつを倒せばいいんだな。楽勝だ。いいのか、怯える心には恐怖がつきものだぞ。怯える心を倒しきるまでに死神のやつに捕まっちまうと。死神？捕まるとどうなるんだ。もちろん正気タイムだ。死神に近づかれすぎないように気をつけるんだな。無理無理無理、帰るぞサフィー。帰ろうとしてる兄ちゃん。の、おいバカ野郎やめろ。行っちゃった。シティを出てすぐ電話があるから絶対電話してこいよ。さあということで行くんだな、スミさん。ということで9の1ですね。臆病の門、サフィーたちの前に立ち塞がる門、勇気を出し進もう。ここまで来ると難しそうだよな、普通に。まずお電話行きましょう。奥から死神みたいなやつが迫ってくるぞ。絶対捕まるなよ。捕まると何されるか分かんねえぞ。そうだ、その辺に何か光を出すようなものがねえか。そいつをスピンしてやればちょっとぐらいなら死神を遠ざけられるかもしれねえ。とにかく死神に近づかれすぎねえように注意進むんだ。どこから行こう。
左下で。あー、いらっしゃいますね。もうなんかマフラーしてらっしゃる。可愛いですね。マフゾーさん。一回触ってみていい。どうなるのかな。はい。あれ？え、大丈夫なのかな。あ、そっか、倒すんだ。死神さんは多分どっかで追ってくる的な感じだと思うから、このマップはこれでいいんだ。はい、これで全部かな。 OK ですね。さあ右下、え、なんかめっちゃ動いてる。あ、迫ってきてるってこと。あ、そういうことか。どうなんだろう。めっちゃ怖いんだけど。なかなか迫力あるな。あー、ダメージ半分、やば。そういうこと。えげつないっすね、なかなか。マジで急ぎ目で行った方が良さそう。あー、しまった、マジか。上から綺麗に行きたかったな。はいはいはい、オッケーオッケー。そんなればワープ映像さん使ってちょっとでもタイム短縮というかやった方がいいね。はいはいはい、もう一回なら耐えるか。それか、死神さんの攻撃。あ、怯える心を全部倒してよ。死に変えてみると、で、魔人さん扉もある。え、マジでこれだっかな。何やってんだよ、済んだんだろ。とっとと死に戻れよ。死神は怖くなかったか。へっちゃらだった。だっておめえ涙声だぞ。とりあえず戻るか。これで良さそうだね。よし、戻っちゃいましょう。無事に試練を超えたみたいだな。おお、めっちゃニコニコしてる。あんた誰や。あれ、さっきまでと違って全然怖くないで。僕は勇気の門デジールの呪いを解いてくれてありがとう、サフィ。デジールのせいで仲間たちと一緒にこんな姿にされました。デジールは一番奥の部屋で今も恐ろしいことを企んでいるでしょう。残りの試練も突破してどうかデジールの野望を砕いてください。サフィさんの表情。おう、任せとけ。なんだか勇気が湧いてきたぞ。これをプレゼントします。冒険の役に立ててください。さあどうぞお取りください。さあということで、デジールのドレス。残る試練はあと2つ。デジールのところまで急ごう。さあということで、デジールさんのドレス。おお、すごい。なんか結構ネタバレになっちゃわない？大丈夫？こういう感じなんだね。さあでは次行きましょうか。それにしてもなんちゅう広い城やん。疲れてもだわ。おかしいな、歩いても歩いても進んでないような気がしねえか。
それに気のせいかもしれないが、この門の前、さっきも通ったような。その通り、あなたたちはずっとぐるぐる回ってただけだったり。この門も喋ったぞ。なんだお前は。迷いの門。私は迷いの門。私の周りではみんな迷子になったり。さあ、なんで全部汗ついてんねん。そんなことより、とっととどうせよ。俺様たち、デジエルを倒しに行くんだ。真実の試練を乗り越えないと、門は開かなかったり。やれやれ、また試練かよ。それでどんな試練なんだ？リアルのメガネを取ってきたり、来なかったり。どっちやねん、そのメガネを見つけたらやな。とっても難しかったり、この周囲は花迷路って呼ばれていたり、花迷路。デジール様が力を与えた邪悪な花が邪魔をしたりしなかったり。真実を見つけるには水晶の力を借りるしかなかったり。よし、なんとなくわかった。ソフィー、とっととメガネを取ってこい。花迷路ってロマンチックな名前やけど、花には気をつけた方がいいかまで。ですね。さあ、行きますか。9-2、迷いの門。迷いを破って、真実を探し出そう。デジールはすぐそこだよ。まあ、とりあえず追われるみたいなやつが、なければ、なんとかなるかな。どうだろうね。ちょっとダメージ受けちゃったけど。なんだと、上から花が降ってくるだって。うんうん、風流だな。で、バカ野郎、それはデジーの育ってる毒の花だ。毒の花、やば、めっちゃ近くにいるんだけど。触るとフラフラになって、うまく動けなくなっちまうぞ。綺麗だからって触るなよ。あ、触っちゃいました。なんか左右反転するね。とりあえず、あそこに扉あるから入るか。多分またいろいろな場所に行くのかな。あ、ちょっとやばいなこれ。危な、よかった。めっちゃキラキラしてる。こっちは行き止まり。さあ行きましょう。待て待て、その辺は迷路になってるぞ。ややこそうだな。けどデジールの味方のやつらはどうやって正解の道を確かめるんだろうな。何かヒントになるような仕掛けがあるはずだ。何？明らかに怪しい水晶玉があるって？バカ野郎、それだよそれ。水晶玉にスピンしてみろ。とりあえずマーメイドさん、はいはい、はい、あー、その道で通りましょうみたいなね。オゲイ、で、着ぐるみだね。脆い足場、ダッシュで通り抜けるんだ。着ぐるみでも B ボタンと十字の左右で出していけるんだ。着ぐるみダッシュだね。あ、ほんとだ。早い早い。うわー、待て、危ない危ない。えい。よし。あー、そこ崩れるんだ。そういうことね。まあ行っちゃおうかな。おいおい、待ってね、ここダッシュで。はいはい、 OK。待ってね、これ下かな？下っぽいよな。だね、オッケーオッケー。さあ入りましょう。またデキさんがいるね。ここ下ですかね。
こうか。とりあえずここ上もいける。魔人さんね、こっちは。とりあえず入るだけ入っていこう。さあ、豆田さん、扉左か。ってなると、なかなか動きがえげつないな。なんか出てきた。ちっこいの出てきた。はい。さあ入りましょう。で、あそこにあるな。これ多分逆から取りに行く的な感じっぽいね。待ってね、これ進んじゃうな。そんなら、あの水晶の謎を解けばもらえるのか。あ、間違えた。オッケー。あら、ただ違うな。普通に分かれ道になってる。どっかから繋がってるんすかね。あ、取れた。よかったよかった。さあ、体力120。120結構でかくない?さあ、一度。ね、もう一度。マーメイドさんやっていきましょう。で、こっちの扉だね。さあ、では着ぐるみ行きましょう。上気になる。はい、オッケー。さあ、真珠取って、ここ降りちゃって大丈夫だね。さあ行きましょう。なんかもうちょいで好きそうだけどね。あ、あったあった。いや、なんか上に道あるのすげえ気になるんだけど。真珠か。結構むずくないこれ。そこに乗る必要があるんだよね。 OK、 おー、し取れました。ありがとうございます。これで戻ろう。でね、ちょっとね、あのマップがちゃんと埋められてないのでちょっと気になっちゃうんで、左下のやつ欠けてるじゃないですか。ちょっとあれだけ埋めに行きます。埋まりましたね。 OKOK、OK OK、よし戻るか。ここはもう通過でいいでしょう。あ、それはまさしくリアルのメガネ封印が
よーし、どちら様ですか。諸君、私の本当の名前は真実の門というんだ。デジールの呪いにかかっていたんだよ。おかげで助かったよ。そうなんだ、えらい顔変わらはったな。これニコニコみたいな、これニコニコみたいな絵文字がついてたりもするのかな。もしかしたら呪いを解いてくれたお礼に一つ真実を教えてあげよう。デジールがなぜモヤムールストーンを奪ったか、その理由を。その昔デジールは我が国の王子コラル様に一目惚れしたんだ。コラル王子やで、あのおばはん。だが賢い王子はデジールの欲深さや邪悪な心を見抜かれて、決してデジールの心を受け入れようとはなさなかったんだ。ところがデジールは自分の見た目がもっと美しくなれば王子に振り向いてもらえると思ったんだろう。あろうことが国の宝モナムールストーンを盗み出してしまったんだよ。モナムールストーンの力を使ってより強く美しくなるためにね。なるほどな。でもよ、それはいいとしても、なんであのおばはんは国をめちゃくちゃにしたんだ。それがデジールの恐ろしいところなんだよ。自分以外の人がいなくなればコラル王子の心が手に入ると思い込んだんだ。なるほど。まあ理論的にはなんか私より可愛い人がみたいな、みんなみたいな、自分よりイケメンの人がみんなみたいな、まあ自動的に一番になりますもんね。最低や、うんこじゃんや、うるさいへんで。おもろいな、サビちゃん。もうラブってのはもっとピュアなもんじゃなきゃいけねえ俺様よな。頼もしい君たちにこれは私からのプレゼントだ。残るもんあと一つ、どうかデジールを懲らしめて国を救ってくれたまえ。頑張ります。さあデジールのメイク来ました。あれあれあれ、なんだかケロスケもスタフィーもイライラしてるみたい。なんだなんだ。いや着々と近づいてるよな、デジールさんの場所に。メイクだよね。マジでネタバレなんじゃないかこれ、ね、まあ多分大丈夫かな多分大丈夫かな、ネタバレにはなんないかな。どっちかというとこのドレスの方だよな。よし、では次は9の3か。なんかトラさんみたいなもんですね。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また、Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして、他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。